皆様おはようございます。この頃コロナの問題がですね、日本や世界で起こっております。僕はですね、そういう問題が起きた時に、僕自身も眠って起きてやり過ごせばいいな、やり過ごせればいいなという思いもあったりしますけども、寝ているとですね、夢の中でそれでもやはり助け合わなければならないと、人間というのは助け合っていかなければならないというふうに夢も見ましてですね、できることといったら、一人の人間ができることといったら小さなことでね、ありますが、それでも小さなものが積み重なって山となれば問題が解決できるんじゃないかというふうな思いもあります。ですね、僕はですね、思い返したら唯物的なことと言いますかですね、普通科学者とかがやってるようなものづくりとかね、例えばワクチンを開発したり病気を研究したり、唯物的なことっていうのが苦手でしてね、苦手なんですよ、正直。そうですね、でも唯心的なことというか心のことですよね。それが何か逆に得意なところがあるんじゃないかと前から思って、僕自身生涯のテーマで唯物的なことはできないけども、唯心的なこと、心のことで人助けができればいいなという思いが正直あります。でですね、あるんですけどもね、これで何も手助けはできないけども、まあとにかくパニックの心理がね、起きた時に、例えばですね、日本で昔というか9年前ですかね、震災というのがありましたね、震災が。あれはですね、マクロのことですよね。人体、人間を離れたマクロの大きな世界の災害でありました。そのマクロの災害の時ですね、一つだけ日本中でですね、助け合いの精神が醸成されたような気がします、その後にね。それまで僕自身も人生っていうのは部屋の中で一人で、過ごしてね、社会生活ありながらも一人で過ごして、一人で、生涯を終えていくというような感覚しかないんじゃないかという感覚だったんだけども、震災のような大きな問題が起きた時に、日本中で日本人の中に助け合いの精神が、共通精神が醸成されたということがあると思います。今回のコロナのことはですね、目に見えないミクロの世界ですよね。ミクロの世界だから、マクロの世界だったら、ああすればいい、こうしなきゃいけない、体を動かせばいいんだけど、ミクロの世界だから、目に見えない世界だから、体を動かしてもどうにもならないわけですよ。でますね、やはりそこでもう助け合いということをね、起きるべきであって、助け合いの精神が、共通精神がですね。でですね、これはですね、日本の問題ではなくて世界規模の問題ですよね。世界規模の問題であると。震災の時に助け合いの精神が日本中に醸成されたように、僕はですね、これを機に世界規模で助け合いの精神、共通精神が醸成されることを願うし、そうなるというふうに信じれます。で、ミクロの世界で、目に見えない世界だから、どうしたらいいのかと、どうしようもない、動けばいいんじゃない、動けばいいんじゃないし、でもですね、やはり心を落ち着けるということはですね、最も大切ですね。パニックのようなことが起きないように心を落ち着ける、心を見るということですね。マクロのパニックの時は人を見る、環境を見る、ね、
客観的にですけどね、客観的に人を見る、環境を見るというところから始めるわけですけどね、パニックを抑えるのに。ミクロの世界で見えない世界だから、パニックを抑える、見る、目で見るじゃなくて心で見るということなんだけど、となったらですね、何を見ていいのか、となったらやはり精神の内部、心の内部を見る、客観的にね、ということになるじゃないかと思うんですよ。または見てあげるというかね、心を落ち着けてですね、昔からあるような知恵の基本ですよね、瞑想をして心の中を観察する、心に不安があったらば落ち着くにはどうしたらいいのか、温故知新というのもありますが、古い知恵を借りてみる、例えば観音様のお経を読んでみるとか、聖書を読んでみるとか、あまり宗教に偏るべきではないと考える人もいるかもしれないけど、僕は聖書を読んだりお経を読んだりとかもしますけどもね、古い知恵を借りたり、昔の方が世界はね、パニックであったけども、それでもね、そのようにね、お経や聖書っていうのは役に立つ、人を救う精神が書かれているし、僕はそういうのを読んだりします。例えばそういうのに偏りすぎてもね、いけないように考える人は、例えば現代文化で変性意識のように固着したことを考えていても仕方がないので、音楽を聴いてみたりとかですね、別のことをしてみるとかね。そしてやはり基本としたらば、頑張るときは頑張る、そしてエネルギーがアップしてしまったら横になって落ち着く、落ち着き切ったらまた頑張る、頑張ったらエネルギーがアップしたらまた横になって落ち着く、落ち着き切ったらまた頑張るっていう繰り返しだと思うんだけども、今回はですね、ミクロの世界で目に見えない世界であるから、どうしたらいいのか、動けばいいんじゃない、何をしたらいいんじゃない。でもやはり心を落ち着けるために、心を観察する、心で頑張る、心の中で何かやってみる、心の中でやってみる、そしてアップしたらば横になって落ち着く、落ち着くも心が落ち着くまで瞑想したり、横になる、横になって落ち着き切ったらまた頑張る。でも心の中の世界のことですよね、これはミクロの世界で。でもやはりマクロであってもミクロであっても基本は同じだと思うんですよ。過去にこうやったから私は生かされた、よかったっていうことを、ミクロの世界で心、精神の内部の世界になるかもしれないけど、それを同じことを、同じ知恵をこのミクロの問題でも働かせたらいいんじゃないかと思います。僕は頑張ったら横になる、落ち着いたら頑張る、アップしたらまた横になる、そして落ち着いたらまた頑張るっていうのを繰り返し、もうそれ以外はできないわけなんですよ、僕は。でですね、震災の時にマクロの問題ですけども、日本中で助け合いの精神が醸成されたということは間違いなくあると思います。今回は世界規模でありますので、ミクロの問題でありますけど、世界中で助け合いの精神が醸成されて、共通の精神が醸成されるということを願います。多くのことを語ることはできませんでしたが、まあ、そのように自分の心の中、精神の内部を観察する、落ち着けるという作業をですね、続けていけば必ず乗り越えていけるし、そのように信じます。そして、まあ、犠牲者のもあります。それはもう手を合わすしかないですね、祈るしかないが、まあ、さまざまな他にも問題は世界にはさまざまあるわけであって、まあ、心を落ち着けて、心が落ち着くように、それに努めるということが最も大切であって、心
心が落ち着くように努める、心の内部、精神の内部を観察するということが今回していくということが今回の問題を乗り越える重要なことではないかと思います。精神の内部を観察して見て、心の内部を見て観察して、そして落ち着く、落ち着くように、落ち着くように持っていくということが今回の問題を解決する鍵ではないかと僕は思いました。まあ、今回のことはお話はこれぐらいにします。長く知っても解決にならなければ、つながらなければ意味がないの。あとは皆様の、ね、日々の安全を祈ります。それでは失礼いたします。